FM。ワクワクしてる？皆さん、ワクワクしてますか？生きていればトラブルはつきもので、思い通りにはなかなかいきませんが、どうせやらなきゃならないことなら、何でもいやいやするんじゃなくって、ワクワクしながらやっちゃえば、きっと楽しくなるんじゃないですか？そんなワクワクできる考え方を、大分県で一番ポジティブな社長と一緒に考える番組です。よし、清松のワクワク土曜日、始まります。大分県で一番ポジティブな社長、よし清松です。せーの、いいね。皆さん、こんにちは。アシスタントのチャコこと佐々木久子です。今週も始まりました、よし清松のワクワク土曜日。皆さん、1週間お疲れ様でした。この番組では冒頭にヨッシーに会える日をご紹介します。そしてヨッシー清松のちょっとだけいい話、さらにゲストをお招きしてのスペシャルトーク、清松社長の幅広い交友関係の中から毎回一組に来ていただいて、清松社長との関係やゲストの方が今取り組んでいることなどをお話しいただき、番組で応援ができればと思っています。番組後半では清松社長が書かれている物語をお届けします。まずはヨッシー清松に会える日です。はい、もうあと2週間に迫ってまいりました。桜の下で君と舞台、はい、ウサノピアで、行いますんで、本当に、皆さん来ていただけたらありがたいなというふうに思いますよね、はいはい。今日3月9日じゃないですか、はい、3月9日って、実はね、3月10日っていうのが東京大空襲の日なんですよ、はい。最初の東京大空襲、はい、もう本当に、1000機を超える、はい、B29 が、関東に来て、はい、もう無差別に爆弾を落とした日が 3月9日の夜、3月10日にかかったぐらいから、大空襲が始まって、関東平野が一面焼け野原になってしまった日が、いわゆる3月10日、はい。それでも、ね、日本人は頑張って歯を食い縛って戦ってきたんっていう、はい、まあ、その、まあ、節目の日、もう本土で戦わざるを得ないとこまで押し込められた、その戦争の本当に末期の話でございまして、そうですね、はい。いや、本当東京っていうところはすごくて、はい、1923年には関東大震災で一面焼け野原になってしまったのが、はい、東京じゃないですか、はいはい。で、その10年後、1933年には今度復興祭っていうのを東京はやってんですよ、はいはいはい。復興祭ってどう、はい、復興した、復興した、はい、だからそういうビルなんかも全部建ってしまって、はいはい、たった10年間で、東京は焼け野原から復興して、はい、また大都会になるんですよ、はい。それから10年後の43年にまた、はい、そうですか、そうですね、関東大空襲で焼け野原になってしまうんですよ、はいはい。すごいですね、10年単位でそんなことがこう繰り返されていった土地、うん、ところが、東京という場所でございまして、ちょっとめげますけどね、そんな10年ごとにそんなことがあったら、そうですね、本当に、でも日本人の底力、はい、日本人ってすごいなって、はい、10年の間にあの大都会を、一回焼け野原から復興させて、その10年後にはまた焼け野原になって、でその10年後にまた、今の 大東京ができるわけですから、やっぱり日本人の底力っていうのを感じざるを得ないのが、うん、まあ、今日の日じゃないかなっていうふうに思います。はい、そうですね、はい。清松総合鉄工株式会社がお届けするヨッシー清松のワクワク土曜日。だからやってることならそんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながら、本日のゲストをご紹介します。今日は
音小屋リブートの代表佐々木俊嗣さん、そして店長の佐々木優香さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。はい、ようこそいらっしゃいました。いつもありがとうございます。はいはい、なんか優香さんに関してはかなりそうなんです。もう、はい、本当にお世話になって、代表の佐々木さんは、はい、出演されたことは初めて、ね、いや初めてです。そうですよね、はい、ありがとうございます、はい、本当にこうなかなかねシャイでね、はいはい、人前では喋らたくないっていう、はい、そうなんですね、言いながらね、はい、あの ID っていうバンドを結成してそこのリードボーカル、はい、やってるんですよね、はい、なんか目立ちたくないって言いながら一番目立つとこやってそうですね、もともとだってもうあの学生の頃からバンドをされていたんですよね、はい、やってました、はいはい、10代からやってます。中津の方では結構有名なイケメンだったと。あ、まあありがたいです。どうなんですかね。ゆうかさん情報です。ゆうかさん情報。それは言わないでください、はい、ということですけど、まあ音小屋リブートさんといったら宇佐市にあります、はいはい、あの音響の素晴らしい、うん、そうですよね、はい、ライブ、はい、ですよね、本当に、はい、あの、中村、何だったっけ、健吾、あ違う違う、慎吾君、あ慎吾中村慎吾君がなんか、はい、音割りフートは大分県で一番音のいいステージだっていうふうにね、はい、うんうん、何回も言ってましたんで、ね、ありがたいです、すごい、ね、音響は抜群なんだと思うんだけど、うん、もう何年目ですかね、もう8年目ですね。8年目、はい、はい、そうなんです。その8年目ということに、はいはい、なんか今日出る理由があるっていうふうに聞いたんですけど、そうなんです、はい、今回ですね、桜の下で君との公演の前にですね、うん、音小屋リブートと8周年コラボレート企画としてライブを開催させていただけることになりました。社長ありがとうございます。はい、パフパフパフ本当にありがたい、はい、ウサノピアの大ホールにて、はい、あの、はい、歌うことをとても3人とも楽しみにしております、はい、3組 出られるということですよね、はいはい、これあの桜の下で君とという舞台が3月の24日にウサノピアの大ホールであるんですけど、 その前にですよね、そうそう、はい、13時から開演なんですけども、はい、ウサノピアの桜の下で君とのイベントは、はい、で午前中丸々空いてるよなっていうことに気がつきまして、はいはい、でそしたら私とこ8周年なんですみたいな、うんうん、投稿がたくさんやられてたんで、うん、あちょっとコラボできないっていう話を僕の方から優香さんに、はい、言ったら、はい、お喜んでみたいな、はい、トントン拍子に話すんで、はい、今回の話になりました。本当に、はい、うん、どんな方が今回出演されるんですか。はい、今回はですね、紹介 はですね、中村圭司、うん、でもうちでよくライブしてくれているシンガーソングライターで、うん、もうめちゃくちゃポップで優しい声をしててもう癒し系の、うん、シンガーソングライターですね、うん、ぜひ、大ホールで、ね、そういう大きいところでやる機会がみんなないと思うんで、うん、アーティスト自身もみんな楽しみにしてると思いますんで。この方はどちら出身ですか。は、中津です。中津、はい、あ、そうなんですね、はいはい、そしてもう一人、ロックシンガーやすくん、はい、この人は、普段バックスライダーっていうスリーピースバンドで活動してまして、はい、でこの日は、ソロの弾き語りでやってくれるんですけど、うん、弾き語りでもこう力強いロックな曲をねやってくれて、うん、めちゃくちゃかっこいいんで、うん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。やすくんです、ね、やすくんです、はいはいはい、お互いもうちょっと雰囲気はじゃあガラッとシンガーソングライターでも全部タイプが違いますね、はいはいはい、そして最後にはサモンハンさんって言って、シノブエを吹く、はい、岡倉とかで笛を吹く人なんですけど、はい、うん、が、ライブハウスにこのサモンハンさんもうちによく出演してくれているアーティストで、めちゃくちゃモヒカンの見た目からは想像できない外国の方ですか。サモハン、いやいや日本人、めちゃくちゃ日本人です、はい、名前芸名っていうんですかね。そうですね、はい、本名ではないはずです、はい、どこの方ですか。この方サモハンさんは、ブゼになるかね。じゃあもうやはり原木の皆さんということでいいですね。皆さんね、はい、音小屋リブートの方に来られてる方は皆さん顔知ってる。そうですね、うん、はい、知ってますね、はい、まあ、もうよく出てくる人たちですよね。そうです、そうです、リブートで、うん、もういつも出てもらってる人たち、
人気のトップ3みたいな。はい、そうだ。中村圭司君はね、去年ワンマンライブもしましたしね。100人ぐらいファンもついてる。そうです、100人ぐらい動員したんで、もう本当に素晴らしい。もともとね、カボスっていうチームで、中村慎吾と一緒に、はい、兄弟ユニットを組んでやってて、で、まあ、慎吾ちゃんが独立して、こっちも独立してみたいな、そんな感じで、今、音がリブとベースでやってるっていうことですよね。そうです、そうです。皆さん、それぞれやっぱりお若いですよね、写真見ると。まあまあ中村圭司が結構若いですかね。あとはまあ結構まあいいおじさん調子。写真写りいいですね。怒られる。でサモハンさんに、はい、YouTube じゃなくてFacebook で見たんだけど、はい、すっごく面白いですね。そうなんです、もう本当に面白い方。なお本当に忍ぶえみたいなこうちょっと、はい、ちょっと昔の音楽じゃないですか、はいはい、なんか馴染めないのかなと思ったら、なんか面白くおかしくやってますよね。そうなんです、ぜひこれステージ見てもらったら、もっと楽しいんじゃないかなというふうに思いますよね。忍ぶえがでも演奏って言ったら、そんなポピュラーな曲とか吹かないんじゃないんですか。あ、そうですね、多分もう皆さん初めて聞く曲だったりとか、うん、はい、で最近はオリジナル曲も作ってて、それがまたすごくかっこいいんですよ、なんかやっぱり神秘的な感じなんですか。あ、そうです、そうです、もう落ち着きます。ぜひな、もうこれ生で見てほしいですよね、ぜひ来てください。これはもちろん観覧は無料ですか。はい、そうですね、桜の下で君とのチケットをお買い求めの方は無料になりますっていうことです。桜の下で君とのイベントも、1000円からでございますんで、お求めやすい価格になってるんじゃないかなというふうに思いますよね。当日だからもう聞いていきたいって人はもう当日その、チケット1000円を買えばもうなんか全部見れるということですね。単独にこれだけ見たい人は5万円かかるっていう。これだけだったら5万円、ね、もう1000円でねもう見れるってことなんです、ね、全ての全部、まだ他にもいろいろダンスがあったり、そうですよね、いろんなことありますんで、吹奏楽部の演奏もあったりするので、いろんなことがありますんで、何よりもね、アップダウンによる、舞台桜井さえ君とが、フルで見れるっていう話ですんで、ぜひとも本当においでいただければありがたいなと思います。はい、演奏時間はいつですか。演奏はですね、11時会場で開演が11時10分からになりますので、もう11時ぐらいには皆さんぜひお越しください。あ、もうスタート一体、そうですね、スタートですね、はい、11時に来ていただいて、長蛇の列でね、急いで急いで来てください。もう1200しかないんでね、満杯になってしまうと ね、 ね、そうそうそう、だから早い方がいいです。今のうちにチケット先に買っといてください。はい、そして今日も本当初出演ということで、音がやリブト代表の佐々木俊嗣さん、今日はなんかすごく素敵な情報を持ってきてくださってますね。はい、ありがとうございます。自分が、コロナ禍でライブハウスとか、バンドの演者さんたちも苦しい中に、どうかしないといけないと思って いろいろ配信とかもやってたんですけど、やっぱり生の音楽をみんなに届けたいということで、音小屋リブートをやってる身として自分本人がやっぱりもう一回ステージに立とうと思って、ID っていうバンドプロジェクトを立ち上げて、でコロナ禍から活動してたんですけど、でずっと、CD 曲は作っていたんですけど、なかなか CD を作るタイミングがなかなかなくて、みんなにもう 2,3 年待たせたんですけど、やっとこの度アルバムを出すことができました。はい、ありがとうございます。すごい、これでデビューですね。これで CD デビューしました。もちろん録音も自分のところのスタジオで、音がやリブートで撮りました。素晴らしいですよね、どういった内容になってるんですか。ですね、もうコロナ禍に作った曲がほとんどなんで、もう見えない暗闇の中にいるけどこう光を見出すみたいな感じの前ポジティブな曲が多いです。閉塞感をぶち破るみたいな、 そうですね、そんな感じですね。聞いたらどんな気分になれるんですか。聞いたら、まあ、曲調的にはやってる音楽はまあロックなんですけど、メロディーは結構キャッチーで分かりやすい、覚えやすいメロディーにしてるんで、まあ、聞きやすいとは思います。またこの CD のアルバムのこのイラストがすごくかっこいいんですけど。そうですね、これオリジナルですか。これは、自分が日田の知り合いのデザイナーさんのところに行って、一緒に作り上げた作品になります。どんなイメージで。これはタイトルがトリックスターっていうんですけど、トリックスターっていうのがいろいろこう
なんかこういろんな意味があって、うん、そのトリックスターという言葉の意味を絵にした感じなんかビル街の中に、はい、あのすごい野性味あふれる男性が鳥に捕まってどこか飛ぼうとしてる感じですかね。あのやっと聞けたんですけど、このアルバムのタイトル、名前、ファーストアルバムがトリックスターという。そうですね、タイトルがトリックスターアルバムタイトルがトリックスター、はいはいね、何人グループなんですか。 ID 3人グループです。3人グループ、はい、でバンドプロジェクトなんで、メンバーがライブによっては自分は固定なんですけど、ベースとドラムがいろいろ何人かメンバーがいて入れ替わったりします。ベースとドラムとギターということで、はい、そうです、はい、でギターを佐々木さんがやってる、はい、ギターと歌をやってます。歌もね、はい、今回またなんかあの新しいメンバー歌手の人が、ね、はい、出たということですけどそう、今度はデビューしたばっかりの、そうデビューしました、2月24日に。ゆうかちゃんがですか。ボーカルデビューとかしてしまったすごい、どうしたものか。普段はすごいね。ね、でちょっと普段はね、その、うん、男屋リブートの運営もしてて、そして、うん、エステシャンでもありますよね。そうですね、はい、お隣にありますよね、はい、サロンが、はい、ありますやってます。そしてとうとうバンドまでしてバンドまで始めてしまったという、はい、バンドっていうゆうかちゃんのバンドはまたゆうかちゃんで違うんですか。あ、そうです、ちゃんとメンバーがいまして、はい、ギタードラム、ベースがいて、はい、私は歌うだけです、はい、あそうなんですか。そうですよ、4人組です、これこの後今日聞けるんですか。いや、ちょっとまだもう、まだなんですか。あ、今日は、ね、ID の音楽聞きたいよね。ぜひ、ゆうかちゃんの声はこ あのトリックスターには入ってるんですか。ゆうかの声は、はい、残念ながら入ってません。じゃあ、まあ、セカンドアルバムでまた、まあまあ次、はあ、そうですね、考えられて、いいこれからデモテープでは歌ってもらっちゃうんだ、ね、全員で話してるちょっと一回やめてみてこのトリックスター の, あの、まあ、ファーストアルバムの名前は こちらですけど、はい、まあ、こう年間まだまだまだ貯めてる曲ありますよね。そうですね、どんどん出していこうかなという。そうですね、はい、次に2枚目も作ろうとは思います、はい、どこで買えるんでしょう。今お買い上げできるのが男屋リブートと、はい、あと自分に声かけてもらったらあとライブ会場の物販で販売してますんで、ライブを ID のライブを見に来てくれたら買えますんで。なるほど、はい、そうですね、あの、はい、だから今回、ね、3月24日11時からの中で、はい、なんか CD も売っていただけるかな。あ、ぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、1枚おいくらですか。2500円税込みになってます、うん、はい、なんか特典あります、買ってくれた方は一応ステッカー500円で販売しているステッカーをサービスでつけてます、1枚、はいはい、ありがとうございます。もうね、キンキンで買えるのはウソノピア大ホールの、はい、ライブの時にですね、はい、そうですね、はい、買えるということで、 ID のこの メンバー皆さんどんどん売れていってほしいなと思いますね。そうですよね、はい、あります。はい、最近なんかね、 YouTube から突然火がついてみたいなのがたくさんあるからね。そういうの活動してます、 YouTube とか。一応 YouTube チャンネルもあって、はい、あのこの前ミュージックビデオも CD の出したタイミングでアップしましたので、はい、ぜひご覧ください。それを ID で検索したらいいんですか。 ID で検索したらまだ弱いんで出てこないとは思いますけど何で検索。 ID、バンドトリックスターとか入れてもらったら出てきますね、はい、男屋リブートでは出てこないんですか。男屋リブートでも ID の動画が1本あるんで、そこから飛んでいくっていうことも可能なんで、うんうんうん、一応、はい、出ないときは男屋リブートで検索してみてください。はい、いや、いいですね、ご夫婦で、はい、でゆうかちゃんはさらに7月にもなんかライブ。そうなんです、7月7日に、はい、次回ライブをするんですけれども、はい、この日は私150人呼びたいんです。おー、すごい。絶対に最近ヨッシー似てきました、うん、ちょっとあの参考にさせていただこうえ、150人はどこでするんですか。男屋リブートで、ね、もうかなりパンパンですけどね、ぎゅうぎゅうパンパンになる、ぎゅうぎゅうパンパンやね、うん、本当になんか踊りもできないよね150人入ってしまうと上向きにジャンプはできますなるほどねはい、この7日の日は1回公演ですか、ライブ。そうです、はい、そうです、はい、じゃあもう同時に来ないといけないです、はい、そうです、もうみんな150人来てください、一気に半分ずつに分けてとかじゃないんですじゃないです、もう1回公演ぎゅうぎゅうやなぜひお願いします、はいはい、またこれ
県の情報っていうのは男屋リブートの方で検索したら、はい、はい、見れるということですね。男屋リブートのホームページからね、はい、見ていただいて、ゆかちゃんってどんな人かなとか言うのね、はい、多分この音楽、この放送聞いてる方気になってると思いますので、こんな人だっていうのはちょっと見てもらったらね、見に来てくださいちょっとなんかもう身内っぽくなってきたので、そろそろ締めていいでしょうか最後にじゃあ、はい、あのね、佐々木さんの方から、はい、曲紹介してもらっていいですか。はい、じゃあ、ID の2月10日にリリースしたトリックスターより、ブラック聴いてください。はい、ではお聴きください。本日のゲストは男屋リブートの代表佐々木俊嗣さんと店長の佐々木優香さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。若い女性のための創作童話、僕のアメリカ漫遊記第1章、旅立ち、その19。何が目的でこの紙袋をもらったのか、とうとう聞けずじまいだったが、女房の言葉でやっと意味が分かった。要するに、僕と部長秘書との噂を広めるためだったようだ。目的は分かったが、中身が会社のパンフだなんて、ケチだとは思っていたが、ここまでだとは思わなかった。せめて100円ショップで買ったボールペンでも入っていれば、あの時の不信感は感じなかったのに、と思い出したらちょっと笑える。とにかく理由はまだわからないが、僕と部長秘書が付き合っているように思わせたかったようだ。でもどうしてだろう。なかなか答えが見つからないので、少し苛立ち始めた僕に、女房は話を続けた。部長は奥さんに、秘書とあなたが怪しいって言って、自分と秘書の仲をいぶかしく思っている部長の奥さんに、自分の身の潔白を証明しようと思ったらしいのよ。だんだん筋書きが見えてきた。そりゃそうだ。さすがにずんぐりむっくりの僕と、あの全社員憧れの的である部長秘書が、しかも、僕には女房も子供もいるのに、それでも噂になって、同僚の間でも一目置かれた状況が嬉しくて、否定もせずにいたけど、普通に考えればありえないことくらいは誰でもわかる。そうか、部長が広めていたんだ。はい、そういうことですよね。いいですね、これよくあるね。でもそういうね、ずんぐりむっくりだったんですね、僕は。
ここでね、なんかこう見た目のことがちょっと分かりましたけど、ちょっと分かって、ちょっと出てきたかな。部長秘書はでも全員社員憧れとなると、うん、確かに噂になったら悪い気はしないですよね。そう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 、だからもう否定もせずにね、はい、かもねみたいなこと言ってるんですよね、この僕はね。はいはい、なんかねいいですね。そんな話でございまして、はい、まあこの先がなかなかアメリカに行かないです。アメリカに行かない。はい、はい、はい、ということです。キロア総合鉄鋼カー、会社は明るく社長は男、キロア総合鉄鋼カー、機械は最新、社屋は斬新、キロア総合鉄鋼カー、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、キロア総合鉄鋼カー、さあ一緒に働こう。ワクワクしてる？はい、音親リブートの佐々木、俊嗣さん、俊嗣さんと、はい、佐々木優香ちゃん帰っていかれました、はい、本当にね、俊嗣君本当に日頃はねほとんど喋らずに黙って人の話うんうんって言って聞いてる感じなんですけども、彼の口からこう、ロックの激しい音楽が聞こえると思うとイメージじゃない、ね、イメージじゃない感じがするでしょ。でまたあの優香ちゃんも、あの可愛い顔をして今度ロックバンドやりますなんて ねすごくすごい、あのパワフルですね、2人は ね特に優香ちゃんがもう、ね、本当に2人で歌手デビュー、うん、2人で音親リブートっていうあの、ね、音楽屋を自分で作ってですよ、地元のアーティストのためにっていうその気持ちが、思い出したんですけど、佐々木俊嗣さんってもともと電気屋さんですよね。そうですよね。あのそうなんですよ。佐々木電気っていう電気屋さんで、はい、うち の電気工事ほとんど彼のそこにやっていただいてますんで、はい、まあ、クーラーなんかもほとんど、設営してくれる、はい、やってもらって、はい、本当に、リーザの部分に、よくやってくれるんで、あの電気工事ありましたらぜひともね。いろんなことされて多彩ですね。そうそうです、はい、本当にそうなんですよ、はい、うん、ぜひいろんな面でこう、うん、ゆうかちゃんと俊嗣さんの、はい、と何か友好の機会を持って、ね、なんか彼らにいろんなことを相談してみると意外と解決することも多いかなっていうふうに思いますよね。しかも音楽を目指している方はね、はい、そうですね、行ってみてほしいですね。でそろそろ、はい、もう3月ですんで、うん、卒業とかいう、はい、また4月からは新しい人生を歩まれる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います、はいはい、でそんな時によく聞く言葉が、人間至るところに生産ありっていう言葉聞いたことあります？ないです。あ、そうなんですか。生産ってどういうふうに？生産っていうのが、まあ、今日の話の意味なんですけども、はい、人間至るところに生産ありっていうのは、幕末の僧月照さんが言った言葉なんですけども、うん、人間って大志を抱いて故郷を出て大いに活躍しなさいよっていう教訓らしいんですよ。これはどういう意味かっていうと、この青山って青い山って書くんですけども、はい、あ、青山イコール、うん、骨を埋めるところっていう意味なんですよ。だから外に出てあの頑張ってそこにも骨を埋めるところあるよっていう意味なんですよ、うん、なんか地元にで動かずにここでずっと、過ごすんだ、ここのために生きるんだって思う人も、いても、いいんだと思うんだけど、やっぱり外に出て行ってそこにもやっぱりあの自分の、骨を埋めるところはあるんだから、そこで頑張ってもいいんじゃないっていうのが、うん、その、はい、幕末の僧月照さんが言った言葉でございます、うん、はい、これ祖職の詩の、このところ青山骨を埋むるべしっていう、言葉がありまして、祖職の漢詩から出した連想した言葉でございまして、月照さんが言ったことでございます、うん、本当にこれから先、今4月から新しい年で頑張ろうと思ってらっしゃる若い人たちたくさんいらっしゃると思いますけども、はい、人間至るところに生産ありますから、その場所でもあなたが輝けるように頑張っていってほしいなっていうふうに思って、この言葉、皆さんに送らせていただきます。ありがたい。はい、本日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は吉井清松、そしてチャコこと佐々木久子でした。せーの、いいね。